はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。ディアパソンの DN38、 これはですね、現行機種なんですよ。現在も発売中の新品でね、発売中のピアノなんですね。それの中古が入りました。結構新しいモデルと言いながら10年は経ってますね。すごいですね、十数年モデルチェンジせずにね、作り続けてってるってね、下まで作り続けてるっていうのはすごいですね。この間ちょっと練習したんですけどね、このおしゃべり方の、はい、研修会を受けて、はい、リアパソンの DN38 ね、中型ですね。125センチの中型タイプ。ディアパソンは、アップライトは2種類しか作ってないんですよ。125センチの中型タイプと、132センチの大型タイプですね。はい、でこれは結構まあ新しいモデルなので、このスローダウンっていうのがついてますね。スローダウンっていうのはスローにダウンする、話しますよ、ま、案外早いですけどね、案外早いんですけど、でもバーンって言いますよね、手離してもね、大丈夫ですね。はい、で、ペダルはこういう感じですね。ちょっとこれはこれ飾りが入ってるのがいいですね。さりげなく縦に3本ね、まあデザインですよね。ちょっと蓋の上すり傷ありますね。これは修理が必要ですね。はい、こういう状態です。後ろは、4本の支柱ですね。で蓋はこう途中でこういうふうに巻かれてるタイプじゃなくて、全部がこう開くタイプですね。前回です、赤い絨毯ですね。はい、それではちょっと中を見ましょう。 DN38 製造番号はここに書いてます、0122333。あ、またいい番号ですね。これは覚えやすい番号、別に覚える必要もないんですけどね、覚えやすい番号です。はい、ハンマーはのほとんど消耗がない、あんまり弾いてなかったかなね。はい、そしてここになんか汚れというか傷というかね、治ります、大丈夫ですよ。はい、ペダルも綺麗ですね。あのね、だいたいここ見たらね、どれぐらい弾いてはったか分かるんですよ。だいたい右のペダル使うんですね。そこそこレベル上がってくると、で踏んでるとここが減ってくるんですよね。まあ自動車のアクセルと一緒なんですね、ブレーキとかね。ここが全く減ってないでしょ。ということはペダルを使うレベルまで行ってなかった方、もしくはほとんど弾いてなかったピアノっていうのが分かるんですよね。まあハンマーの溝でも分かるんですけどね、まあこういうところで消耗度合いが分かるということで、下も公開。はい、ちょっと地震用のストッパーをねつけてはったんですね、この方ね。はい、ちょっとこれもちゃんと入ってます。綺麗ですね、ほこりもほとんどない、すごく綺麗、評判もいいですね。なんか新品のままずっと置いてたようなぐらい、あ、でもまあ蓋の上に傷あるのでね、ちゃんと使ってはったとは思いますけどね。はい、じゃあどんな音でしょうか。太い音、狂ってます。はい、気持ちが悪いですね。調律してから撮ればよかったんですけど、撮影前にあんまり事前に見ないので、っていうか直感のその雰囲気をね見てもらいたくて、あんまり事前準備しなせずに直接撮り始めるので、あ、ちょっと変な音してるでしょ。さっきね、下に袋あったでしょ、あれが弦に触れてますね。動かしとけばよかった。いい音ですね、いいいい、なかなかいい。さっきの袋が当たってるのはビーンって言ってます。雑音は気にしないでください。響く響く、いいですね。あー、よく伸びる、すごいいいですね。結構新しめのディアパソンね、欲しい方、あ、ちょっと見ときましょうか。これね、こう記録用型しかね入ってますね。このピアノね、こうやって最初の調律が平成13年って書いてるでしょね、間違いないですね。はい、この頃のピアノだということですね。今年は平成26年ですから13年前のピアノということですね。もうピアノの世界では10年なんてもう
ついこの間という感じですね。車の世界で13年前のピアノじゃない、車というとだいぶ型来てるかなと思うんですけど、ピアノの世界ではもう本当にまだ赤ちゃん状態のそれぐらいの感覚ですね。現行機種ディアパソンの DN38 いかがでしょうか。興味を持った方はお問い合わせくださいね。それではさよなら。